浜田さんの手相って青で書いている頭脳線と、このグリーンで書いてある感情線が一本になってるマス掛け線っていう、もう本当お殿様の手相ね。それが両手らしいんですよ。もうこれどん底、これですなんですけれども、正位置やったらまあ木が全部枯れて、木が全部枯れて新しい木が生え始めるみたいな意味になるんですけれども、逆出てる場合はこれ、正位置逆位置合わせて44パターンあるんですけど、44パターンのうちの一番最悪、こいつもええ加減にしときよ、もうほんまイライラするわ。はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さあ、また浜田さんのね、不倫騒動が持ち上がっておりますけれども、前回もありまして、グラビアアイドルのお姉さんとね、あれはもう車一緒に乗ってるとこももろバーン取られてましたけれどもね、あの時はバレて、夏美さん、まあそんなの大したことないわよみたいな感じのコメントされて、淳くんの番組、ゴブゴブやったっけな、淳くんにこっちいじられてましたけどね、浜田さんこんな出てていいんですかとか言ってね、いじられてましたけれどもね。まあそんなこんなでね、まあねえ、な、大御所はもう、そら、もう、周りも言えないじゃないですか、こういうことあってもね。浜田さんの手相って、青で書いている頭脳線と、このグリーンで書いてある感情線が一本になってるマス掛け線っていう、もう本当お殿様の手相ね。それが両手らしいんですよ。その手相の方って、渡辺謙さんやら、あと浜田さんもそうやし、さんまさんもそうか。ほんで、木村拓哉さん、福山雅治さん、はいはいはい、ほんでまあ俺の周りでもね、俺の空手の師範とかもそうやし、まあ社長さんとかそんな人らですわ。はい。で、まあ両手これなってる人って、まあね、もうすごすぎてアホになったらあかんってことなんですけれども、俺浜田さんのすごさって、小学校で松本さんと出会ってるんですよね。ほんで、ダウンタウンのその、ブレインやってらっしゃる、高須さん、構成作家のね、高須さん3人が一緒やったっていうから。すごいっすよね。ほんで、いまだに一緒なんですよ。で、今の吉本の、社長さん、会長さん、社長さん、副社長、みんなダウンタウンのマネージャー経由ですからね。すごいっすよね。うん、で、プラス、あと、奥さん、夏美さん、絶対この、緑で書いてる感情線の先が三つ股に分かれてる揚げまん線ね、これ出てるでしょうね。はい。で、浜田さんも結構数珠つけてたり、こう恵方巻きを絶対やろう、お前毎年今年の恵方どっちやーって恵方巻き必死でやってるよなーって松本さんにいじられてたんで、だからこういう神秘十字線とか仏眼出てるんでしょうね。だから結構スピリチュアル的な方、信じるタイプやと思うんですよ、浜田さんってね。だから仏眼神秘十字できる方って、嫁とか彼女あげまんあったらそれすごい受けれるんで、もうもろそうなんでしょうね。浜田さんなんかその線も出てるし、夏美さんもあげまん出てるやろうし、はい、そんな感じでね。まあ悪運も強いでしょうし、ほんでね、お殿様なる人は、嫁になる人は僕いつも言うんですよ。お殿様なんやから、時代は今令和やけれども、江戸時代ならね、大奥持ってええんやから、うちのことをちゃんと、家族のこと、家庭のこと、はい、うちや子供のことちゃんとやってくれはるんやったら、外であんた大奥作っても構やしまへんでぐらいじゃないと、このマス掛けのタイプの人とは結婚できへんでって僕いつも言うんですけどね。カップルできてね、あんな男がマス掛けやったりしたら、彼女とかには僕そう言うんですよ。なんかへーへーへーって笑ってはりますけれどもね、彼氏の方が。でも女でも、このもしマス掛けで出たら、もうちょっとガーン行ってからね、若い兄ちゃんはべらかしてもいいんですよ。
ね、あの女でマスカケ出てる人はもうなんていうかお姫様じゃなしにね、女上司直虎なんで、はい、そんなこんなでね、まあ浜田さん、まあもう結婚するときにね、まああの夏美姉さんはもうそら覚悟の上でもどうってことないわと、そのぐらいの感じやと思うんで、まあ周りがね、あのなんや、それはもう浜田さんのそれがバレたらもう周りはなんやかんや言い張ると思いますんで、この前の、まあ、あの別居もなんかただのデマやったらしいですし、はい、今回のこともどうなんでしょうねって感じですけど。せっかくですので、ちょっとあの浜田さん目の前にもいらっしゃらないので、タロットでね、浜田さん、浜田夫妻のことを占っていきたいと思います。これ出たやばいっすよ、強行の逆が出たら離婚とかですからね、はい、そんな感じで、では早速占わせていただきます。はい、すべて出揃いました。解説していきます。浜田さんの全体運として出したんですけれども、まあまあ一番、気にしてることが出るんで、表に出るでって話になって、今回の不倫問題ね、こう前に踏み出せない、どうしようって感じ、自分もまあ努力して、なんかね、ちょっと揉み消そうとしたのかどうなのか、そんなこんなでちょっともうイライラするなんですけど、それ乗り越えて、まあ、なんとか乗り越えられるやろうみたいなね、あの、火消し記事とかも出てくるでしょうし、はい、これ希望見えてるなんですけれども、今後ね、これまた暗いの隠し事ごたごたやんのを、もう浜田さんぼちぼち、その自分も甘え断ち切らないと、これ、お金に影響するでやと思うんですよね。ほんまに、はい、これ充実しない、あとお金出費があるなんで、まあもうちょっとね、あの会社の方もそうやし、俺も今の時代も時代やし、かばいきれへんで、あんまりにも出たらやっぱりね、それはね、うん、昭和の時代じゃないんでね、さすがにダメでしょうから、だから噂ぐらいやったらまだあいつとね、浜田さん独身で、あのさんまさんみたいな感じでね、なんかちょこまか AV 女優と写真撮られたとか、うん、そんなはもう会社の打ち屋で済むんかもわかんないですけども、やっぱりね、嫁でいたら今の時代やっぱりアウトなりますので、あんまりちょっとやっちゃうと自分もちょっと甘え立ち切らないとね、うん、はい、いよいよ収入なくなってしまうので、もうお金もあると思いますけれどもね、はい、多分そうなってくるで、あるいはもうね、嫁に愛想つかされるデーもあるかもしれないで、まあまあとりあえず今まだなんとか、まあ、まあ今回は嫁も許してくれて、まあ会社も許してくれて、ちょっと火消し記事も出して、ちょっと落ち着くまでってなるかもわかんないですけど、はい、ここ未来また同じことやったらちょっとやばいと思います。さあ、じゃあちょっと浜田夫妻のことを見てみたいと思います。あ、ちょっと奥さん目線見てみましょうか。夏美姉さん目線で。面白あのね、これも暗いのね、うわ、またか、歯車回ってない、もうこれどん底、これですなんですけれども、正位置やったら、まあ木が全部枯れて、木が全部枯れて新しい木が生え始めるみたいな意味になるんですけれども、逆出てる場合はこれ、正位置逆位置合わせて44パターンあるんですけども、44パターンのうちの一番最悪、こいつもええ加減にしときよ、もうほんまイライラするわ、
踏み出せない、ま、もうイライラするわ。2発出てて、暗いカード出てて、歯車回らん、どん底のカード出てて、そら夏美さんにもまたあれやもんな、リポーターとか来るもんな、ただ復活、復活する。ね、心広い人っすよね。はい。まあ、だからもうその離婚はもう、うちは多分覚悟はしてらっしゃると思うんでね、ああ、なんぼでも遊びなはれぐらいな感じで。ただもうなんでうっとしあんたに巻き込まれなあかんねんとか、うん、そんなんはあると思いますけれども、はい、まあ復活のカード一番いい復活のカード出てますので、まあね、離婚はないと思います。はい、まあ浜田さんもね、風俗ぐらいにしときなはれいう話でね、はい、まあ、そらもうやんちゃなしゃあないかもわかんないですけれどもね、まあモテへんようになった芸人は終わりやって夏美姉さんもおっしゃってましたけれども、まあちょっと世間的にはね、夏美姉さんにもやっぱりこうまた どうなんですか離婚するんですかって鬱陶しいことを言うてこられるんで、それが鬱陶しいと思いますよ。はい、そんなこんなでございますので、まあね、今のもう時代も時代ですので、はい、浜田さん、ね、還暦でご立派なことなんですけれども、はい、風俗ぐらいで遊んでいただいて、はい、夏美姉さんのこと大事になさってください。もうダウンタウンやっぱ俺らの中でもな、俺の世代ってやっぱもう別格やもんな。ダウンタウン見て聞いてもうな、ラジオも聞いてたし、やっぱり出てきた頃漫才ブーム終わって出てきたぐらいで、うん、NSC の一期生、ハイヒールとあとね、トミーズさんとこと、3組ありやったもんな。もう1期生で出てきて、まあもう新たなスタイルを確立したのがもう3組ほんでダウンタウン、専門学校行ってデビューするいう今までなかったですからね。みんな弟子っ子ならないとデビューできなかった時代ですからね。はい、そんなこんなでやっぱりもうダウンタウンズバ抜けてましたからね。うん、初めて顔名人劇場で漫才やった時、あれ日曜の夜に放送されて、月曜日学校行った時みんなダウンタウンすごいな、めっちゃおもろいなみたいな感じで、ほんでも新喜劇とかたまにも出てくるんですけれどもね、やっぱり出る番組がなかったから、うん、彼らもこの師匠方大御所の皆さんおる中で肩身は狭かった思うんですけども、やっぱりもう新喜劇なんか出ててもおもろかったし、で若手の皆さんこう台頭して出てきて、NSC も2期や3期やの人らが出てきて、まあ弟子から上がってきた、ジミー大西さんとかもおったりね、東野さんや今田さんやらが出てきて、ほんで二丁目劇場いう小さいライブハウススタイルの劇場ができて、4時ですよっていう番組ができて、当時4時ですよ終わってもうダウンタウン出てきたらもう大名行列ですよ。えぐかったっすよ、心斎橋。ほんで松本さんおっしゃってたのが、ある日喫茶店入ったら、おったお姉ちゃんらが全員俺がやった女やったって、もうあれもまあ話は持ってるんですけれども、なきにしもあらずですよ、あの時代ね。まだ大阪時代はダウンタウン、えぐかった思いますよ。めちゃくちゃ人気やったし、遊べたやろうし、ね、まだあの時代やったんで、昭和の時代やったんで。はい、そんな感じでね、懐かしいですけども、そこからまだずっと第一線位の、やっぱりすごいさ、もう出てきた時からもうズバ抜けてました。ある意味、いろんな意味で、はい、ズバ抜けてました。はい。まあね、もうだいぶお年取られて、来ましたけれども、まだまだ元気なのはね、僕も聞いて、浜田さん元気やな、思いますけれど、まあ、時代も昭和、平成、令和と移ってね、まあ、いろいろちょっと、肩身も狭い時代にもなってきましたけれど、まあ時代にはついていってね、そろそろまあむちゃ専用になさってください。はい、ご自愛くださいませ。はい、いつまでもね元気ではいていただきたいと思いますけれども、はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。